こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。今回は、消費税ダウンの罠というテーマでお話していきたいと思います。先日、私はこんなツイートをしました。消費税ダウンと聞くと、大半の方はいいねボタンを押すことだろう。でも、池早さんのこの動画を見ると、考えがガラッと変わるはず。経済の仕組みってつくづく巧妙、悪賢くできていると思う。それがわかるだけでも起業する価値は十分にあると思う。池谷さんはサラリーマンの知らないからくりがあるんですとおっしゃっています。動画の内容を私なりにまとめてみました。池谷が消費税増税賛成派である理由。まず、社会保険料、つまり年金や健康保険料は、現役世代、つまり経営者、労働者のみが負担しています。一方、消費税は全国民が平等に負担する税です。さらに、後期高齢者は医療費まで優遇されているのです。以上のことから、消費税をアップし、その代わり社会保険料を下げることで、世代間不平等の緩和が図れるのです。池谷さんはこう言います。消費税ゼロでは若者の首が絞まるだけ。これを聞くと、なるほどと思うかもしれません。しかし、田中公明先生は、中小企業の場合、2% でも致命傷になるとおっしゃっています。つまり、中小企業にとって消費税は運転資金の代わり。本来は国に納めるまでの間の消費者からの預かり金のはずですが、大半は滞納して運転資金として流用されることが多いようです。今回の消費税アップにより、過去の滞納分の取り立ては激化すると思われ、倒産続出は必至だと、君明先生は見ています。そもそも消費税の主な使い道は高齢者です。具体的には、年金、医療、介護。これは選挙に行く人数が若者と逆転しない限り、制度は変わる見込みがありません。しかし、正社員から搾取する現在の形は、もう限界に来ていると見ています。その証拠に、終身雇用は消滅していく流れとなっています。私からのメッセージです。ご覧いただいたように、サラリーマンでは決して豊かになれない仕組みが、すでに出来上がってしまっています。その仕組みを変えようと、どの政党に投票しようと、すべて高齢者の味方、無意味だと言います。なればこそ、資金繰りとは無縁のスモールビジネスを目指そうではありませんか。実は私は、薬局長の先生方に、リタイア後の起業を進めています。具体的には、クラウド型医薬品集、フォーミュラリーで起業しようと進めているのです。詳しくは、このブログで全ノウハウを公開中ですので、興味のある方はぜひご覧になってください。今回のお話は以上なのですが、この動画ではこんなふうに複数のYouTube の匠の動画をもとに、起業を目指す薬局長の先生方に向けて、役立つ情報を配信してまいります。今回のネタ元動画はこちらよりご覧いただけます。また、私自身も YouTube、Twitter をしておりますので、よければご覧いただき、チャンネル登録、フォ
フォローをお願いします。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。